呉服結納小川屋呉服店です。お願いします。遅れだななんて思ってる節があるようで、最近は会食で済ましてもういいんじゃないなんて話になってる。なるほど、それは新しいね。じゃあ今時の人ということで、さっちゃんももう結納はせずに、せずにね、顔合わせでなし、いいんじゃない、いいんじゃないね。ちょっとちょっと待たんかい。さっちゃん、さっちゃんどうしたの。さっきから聞いとればさっちゃん、父上、母上、さっちゃん、娘、どうしたの。さっちゃん、娘、時代に流されよって、さっちゃん、伝統、さっちゃん、しきたりよ、さっちゃん、大切にするんやなかったか、おなろ。さっちゃん、行くばい、古いっちゅう考えが古いんじゃ。さっちゃん、これ時代遅れ。さっちゃん、行くばい、さっちゃん、花嫁の心構え注文を見せてやる。さっちゃん、構えんかい。ああ、何の帯をつけたらいいんだろうね、そういった細かなご
あの演技の中で、あのさっちゃんが結納するぞ結納するぞってあったんですけど、実際さっちゃんは結婚は二十歳なのでまだしてないです。あったそうですよ皆さん。皆さんさっちゃんって声があったのでね、皆さんさっちゃんいっぱい写真撮ってあげてください。今日はどうもありがとうございます。